このビデオは日本人が英語を発音するとき、特に注意すべき基本的な事柄について説明をしたものです。日本人の英語学習者が対象となります。ホテップ式英語発音のホテップという名前、HOTEP は、Horizontally Open Tang English Pronunciation のアクロニムです。これは、舌を水平に広げたまま、 いわば、舌が完全に麻痺した状態で英語を発音すべきであるということです。例えば、L、A の音を発音する場合、日本人は、ラー、ラー、ラーと舌の動きのみで発音し、その時、顎は少し下がった位置で固定され、顎の上下運動は全くありません。舌を水平に広げたまま絶対に動かさず、 麻痺した状態で舌を口の中の天井、口外に接触させるためには、顎を上げることが必要となります。この顎の上下運動をいちいち伴った発音は、舌の運動に慣れた日本人には、とても面倒なものに思われるはずです。また、開いた母音、あー、の発音の際に、顎は下がり、口の中で舌の表面が前から丸見えになります。舌が、 前歯の裏、あるいは口外に接触するような死因を発音するとき、その接触部分は、舌の表面の真ん中が広く口外に水平に接触するのであり、決して直角に上がった舌先ではありません。当然、口は閉じています。閉じた口の中は舌が様々な形に変化できるようなスペースはなく、狭い口の中で、舌の形はどの死因のときも同じです。 違いがあったとしても極めて微妙な動きとタイミングであり、下のいろいろなシーンのための形の違いは、どこをどうするなど、とてもうんぬんできるようなものではありません。しばしば、英語の先生が L の発音で、下先が直角に上がり、前歯の裏に当たる様子を、口を開けて見せたりしますが、生徒に見せるために口を開けているので、下先が直角に上がるのであり、 実際は L の瞬間は口は閉じ、舌は水平です。日本人は舌を動かすので、口は開いたままになります。顎の上下運動は日本人には面倒くさいのですが、舌を寝かせたまま動かさないで発音するのですから、顎の上下運動は絶対に必要です。R 以外の全てのシーンは、顎を上げて、すなわち、顎を閉じて発音します。まさしく、 セサミストリートの人形、カエルのカーニットの口の動きそのものです。口を閉じて死因を発音した後、直接顎を下げた解剖員を発音することは不可能です。必ず中間の母音を通過します。母音とシーンの往復運動ですから、その後、解剖員から次の死因に顎が閉じるときも中間の母音を通過します。 ホテップ式英語発音では、これを母音のスライディングと呼んでいます。スライディングには、八つの形があります。例えば、光を意味する、ライトという単語の場合は、L の音の後、あの音に開くとき、中間の、うと、おの音を通過し、あから、ひに閉じるとき、えの音を通過し、従って、ルー O あー、A い、と、トゥのようにスライディングをします。 R 以外のシーンは、すべて顎を閉じて発音します。ホテップ式の英語の発音では、R を子音ではなく、母音の出し方の一種、母音の出し方のモードであると考えます。R の音は日本語のラ、リ、ー、ルー、レー、ローを、口を開いたまま、舌は低い位置で広げて、寝かせたまま、絶対に動かさずに発音します。